さあ今回は前回の動画秩父華厳の滝ツーリングからの続きです。今度はね小鹿野町の方に行きまして、バイク神社の方に、行ってみたいと思います。小鹿野町はですねツーリング客が多いことで、バイクで町おこしをしようっていうね変わった、町でして、結構ねライダーズカフェがあったりとか、まあ今言ったバイク神社の方があったりとか、バイクに関する、観光地として有名ですので、今回はねそちらの方に行ってせっかくなんでね、お回りの方でもしてこようかなと思います。ここを曲がる、こんなとこに、あ小鹿野神社の鳥居ってあったんだね。はい、バイク神社到着です。はい、ということでバイク神社、小鹿神社の方まで行ってきました。結構ね午前中早い時間だったんで、まだまだ、お客さん少なかったんで、まあちょうど良かったかなと思います。人混みをね気にせずお参りすることができました。夏限定なのかね、風鈴が飾ったって結構涼しげな感じだったんで、ぜひねお参りとツーリングにね、皆さんも、来ていただければなと思います。もうすぐねお昼になりそうなんで、これからお昼ご飯の方でも行ってこようかなと思います。最近ねバイク弁当で有名な、大滝食堂が小鹿野町に場所をね移動したということで、今回はねそちらにちょっと行ってみようかなと思います。混んでなければいいけど、ということでちょっとお昼ご飯の方行ってこようと思います。あの建物かな？右に曲がります。おー、すげえ、めっちゃおしゃれ。結構バイクいるな。
さあ大滝食堂でお昼ご飯食べてきました。前のね、移転する前私行ったことなかったんですけども、今回ね移転してから、大滝食堂さんの方始めていきました。でね、バイク弁当、今回は、ノーマル仕様のピンクのね、バイク弁当、頼んでね、美味しく、いただきました。まあ値段設定はね違うんですけれども、あの 大盛り設定とか、あとはですね、あのパッケージお弁当のデザインが森分け仕様とか、吉村仕様とかいろんなバリエーションがありますんで、まあぜひぜひね、お好みの、バイク弁当の、デザインをね選んで、美味しくいただければなと、思います。でまあこんな時期ですのでね、ちゃんと、密を避けるようにね、間隔を取って、順番に、お客様の方を呼ぶように、体制しっかり取られてますんで、まあ、ツーリングの、ね、お昼ご飯にね、ぜひぜひ、行っていただければなと思います。はい、ということでね、今回は、小川神社と、移転した大滝食堂さんの方でお昼ご飯の方を食べてきました。今回の動画は、ここまでになります。動画の内容がいいなと思ったらグッドボタンとチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。またツイッター、インスタグラム、ブログの方もやっておりますので、そちらもぜひぜひ、フォローの方よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。